じない用の手紙を4人の人に出さないと。こんなの誰に出したらいいの？ウィータロウやハナジはたまにいいとこあるし、タナガくんはキザだけど優しいし、いい人ばっかりで誰にも出せないよ。それなのに藤木に選ばれたマルコって一体？でも誰かに出さなきゃ不幸になるし。あみなさん席についてください。なんでだよ。休み時間を利用して緊急会議を開きます。ズバリ藤木くん起立してください。あなたはこの私に不幸な手紙を出しましたね。私ももらいました。私に送るなんてナイスボケだね。はい、私のところにも来ました。トシコちゃんにも。それでどうしたの？他の人を不幸にできないし捨てました。マルちゃんのところにも来てます。さくらさん、そうなんですか？はい。しっかりと4人に出したのか。卑怯だぞ藤木。ごめんなさい、俺不幸が来るのが怖くて。ごめんなさい。許さないよ。あたしゃ許さないよ。あたしがどんなに悩んだと思ってんのさ。藤木からの手紙か。何か得なことが書いてあるのかな。どれどれ。不幸の手紙だ。こんなもんで不幸になったりしないよ。なるんだよ。なるわけないでしょ。なんでそんな星はあるの？あるわよ。どうやら保証はないらしい。こんな恐ろしい手紙が世の中にあるのか。どうしよう。おじいちゃん、相談相手を選ばぬ女マルコ。不幸って一体何が起こるんじゃ。まさか死ぬんじゃ。え、死ぬの？マルコが死ぬのか。やだよ、そんなのやだよ。今すぐ4人に手紙を書くんじゃ。ダメだよ、みんないい人ばっかりなんだもん。マルコはなんて優しい子なんじゃ。マルコ。おい、マルコ、不幸の手紙見せてみろ。お父さん、真剣なんだからからかしちゃダメよ。そうよ。お、すでに不幸が始まってる顔してんな。手紙、これだよ。お、汚ねえ字だなこれ。お父さん。よし、こんなもんね、こうしちゃう、ほら。でも拭いちゃうもんな、ほら。この砂のさ、私が不幸になってもいいの？お父さんのバカ。この野郎、親に向かってバカだなんだ。謝れよ。一緒に遊んでやらないとね。ごめんね、俺本当に怖くて。はい、不幸なせいによる藤木くん、涙を拭きたまえ。花輪くん、藤木に優しくすることないよ。そうだよ。そうよ花輪くん。いや、参ったな。ラディたちがうるさくて君を助けられそうもないよ。そんな藤木くん、座っていいですよ。
先生、ズバリ甘やかす気では。丸尾くん、席に戻ってください。藤木くんは不幸の手紙が届いて気が動転したんです。みんなもそんな手紙が届いたら捨てるのが一番ですよ。先生、まとめなくてもいいよ。私は卑怯な藤木をもっと懲らしめてほしいんだよ。それでは授業に入りましょう。皆さん教科書を出してください。授業より藤木だよ。藤木より授業である。なんて、ああ、藤木の